どうもウィリアム・テンプソンです。今回はですね、こちらのシャーチディプロマット、以前からですねご依頼いただいてる靴なんで、だんだん磨いてってるんですけども、最初はケア、プレメンテ的なケアをね、全然新品っていうか履き下ろしのような感じじゃないんですけども、プレメンテ的なものと、あと小刃削りとか、そういうプレメンテではないものの普通のフルメンテナンス的なケア、なんかね、混ざったようなフルメンテナンスとプレメンテの融合型みたいな、そういうケアをしてきて、前回ツヤ出しとか、まあ、小刃削りと、あとワックスのね、こうやってね下地作りしたので、今回最終仕上げ、表面磨き編ですね。で、まあ動画外で紐を通しちゃいました、ね、ご覧の通りチャーチの元々ついてたやつじゃないです。あ、元ね、これがこのご依頼いただいた靴も多分あれチャーチ純正じゃないから、まあ変えてはいったんだと思います。チャーチの純正はね、もっとね、なんか分厚くてモコモコした安っぽい紐だったと思う。もしかしたら変わったのかもしれないけど、昔はね、なんかあんまいい紐じゃなかった、チャーチの純正の紐は。そんでもね、あれ店頭で買うとね、なんか200いくらか300円だから、そんくらいするんだよ。無駄に高い。だったらイズフィットの方が全然いいからね、あれ。あとコロンブスかなんかの黒い紐、丸紐なんだけど、それもなかなか良かったね。まあ種類全然ない、焦げ茶とね、茶色と黒しかなかったな気がする。なかなか良かったんだけど、まあ、紐って意外と高いんだよね。なんかピンキリ、足元見てる、それこそ500円もするみたいなさ、そういう紐がね結構多い。ただやっぱ100均の紐はね安っぽいから、やっぱそう考えるとあれかな、イズフィット一番いいかな。個人的には安価で既製の靴紐として売ってるものはイズフィットが一番いいと思いますね。もう私は全然そういうの買ったりしないんで、自分で作っちゃってるんで、ロールで買ってね、紐を。金づるペンチ持ってるとね、そういうことできんから楽なんだよね。で、これ、前回の動画でも言ったんですけど、3回くらいね、まあ、何回かちょっと覚えてないけど、プラスして乗っけました。自作のワックスで、さらに固めて、あの後ね、さらに固めて、それで、上から、このザワックス、今使ってるんですけど、ザワックスをね、何回か塗って、平らに、より平らにならしました。で、それで、今もうザワックスで、磨きの作業に移ってます。で、さっきのは、もうほんと薄いザワックスの膜を、ね、乗っけてただけです。あの状態に戻さなきゃいけないみたいなこと言っちゃったから、じゃあそうするかと思ってね。まあ別にあの状態でね、うっすらだったら乗っけてでも大丈夫なんだけど、分厚い最初のさ、下地作りのああいう分厚さのある乗っけ方しちゃうと、それは大変なことになっちゃうんですよ。もう全然平らになんないと。でごごのまま固まっちゃってて。で、リグロってもう削れちゃう可能性とかもあるから、その、平らでリグロンのはいいんですよ。で、今のこの状態でリグロったらすごくいいと思うんで、やってみようかな。だけど、デコボコの状態でリグロると、もう力がね、均等にかからないんで、平らだったらかかるからさ、全体的にさらっと落ちてくれる。それがね、リグロる理由なんですけども、そうじゃなくて、浅い層がね、薄いところと厚いところ、それらも、その薄いところとかも、厚いところと同じように、削ってしまう、溶かしてしまうので、なんかね、やり直すようになっちゃうんだよね。結構そういうことあるんですよ。だから、変な層になっちゃったなと思ったら、まあ、潔くやり直した方が楽かもしんないですね。綺麗だし、そっちの方が。ちなみに、ちょっと、まあ、曇ってるけど、結構光ってきてます。ほら、
まだね、全然だけど、いい感じに来てるので、もうこれ案外早く終わりそうだな。まあ、もう光らせられるだろうってところまではやったんでね。そこは3段はもうできていたんで。まあ言ってしまえば、計算通り。だけど、まあ、その計算がね、うまくいくことってあんまない。あんまないっていうか、まあ、失敗することも結構あって、あれ光んないなって時もあるんで。今回、うまくいってるんで良かったですね。いや、それにしても、このちっちゃいキャップがうまく、そのバランスをね、よく、光らせられるかなとは思ったけど、結構綺麗に光りましたね。あえてね、グラデーションあんま作ってないんですよ、これ今回、実は。そうすることで、この小さいキャップも、よく捉えられるかなと思って。ちょっとね、気持ちちっちゃい気がするからさ。あと、メダリオンがでかいのかな？なんかちっちゃく見えるんだよね。あれだよ、カラコンしてる女の子の顔がね、ちっちゃく見えるみたいな。そういう感じっすね。目が大きいみたいな感じで。だからなんか、錯覚？まあでも、この間もテレビでやったけどね、まあ、昔から一応知ってはいました。あの、絵を描くときにね、参考にしたんですけど、目の眼球の大きさって、1.1 ミリから、あ、1.2、1.1 センチ、11ミリから12ミリくらいなんですよ。みんな全員、人間の目って。赤ちゃんも、子供も、大人も、おじいさんおばあさんも、もうな、人種関係なく、白人、黄色人種、黒人も、関係なくね、11ミリから12ミリなんで。だから目の大きさで、あれですよね、難しいけど、身長とか割り出しちゃったら、怖いですよね、ちょっと。無理か。もうちょっとでかいね。共通する何かがあればいいんだよ。なんか、親指の長さは、全員、なんだろう、7センチですとかね。あ、親指ってでもこっからここだからな。ね。なんかここっぽく見えるけどね、ここなんだよね、親指って。一番長いんだよ、指の中で。何の話してんの？さっきから何の話？あ、さっきのは、親指の話は全然関係ない。例えばの話なんで嘘なんですけど。あ、ここからここは本当だよ。長さの話。とりあえずこれで、だいたい鳴らせたので、リグロってみます。薄く。層を削る感じで結構分厚いですし、まあ、このね、今磨いてる感じ、私のワックスがうまく作用してるようで、サラッサラ、ツルッツル、もうね、ガラスみたいになってる。だから、まあうまくいくと思います。そして強い層になっていると思います。だからもちろん気にして履いていただきたいですけども、そんなものすごく気にするような必要はない。リンカーンの時みたいに、あっってなった瞬間はもう割れてるとか、まあ、みんなないと思う。です。じゃあやりましょうか。あとね、全体を軽くポリッシュかけました。ほんと薄くだから、そんな割れるとかじゃないと思うんですけども、ほんと薄くポリッシュして、まあ、なんていうのかな、仕上げっていうのかな、そんなに変なことはしてないんで。今リグロってます。ちょっと久々のリグロリだな。リグロリ、しがりろみたいな、リグロリ、なんかゴスロリみたいな。気持ち悪いなそれ。あ、これはね、やばいやつだこれ。あれ、息子マスクした方がいいの？これ、息子マスクって下ネタじゃないよ、これ。息子マスクっていうね、こういうのがね、あるんですよ。ちょっとどうでもいいんだけど。ほら、これね、ツイッターで載っけた。これなんだこれ、マニュアルじゃないのに。ほら、見える？これ。ちょっとさ、うっすらほらほら、顔が書いてあるのよ。
これさ、なんかインスタグラムのキャラクターなんだけど、これ好きなんだよね。黒くなっちゃった。マジで最悪なんだけど。アラオ。これで映っても平気だ。マジでこれ顔分かっちゃうからね。やめて、なんかでかいさ、変な70インチのテレビ見るとかいうの。ねえ、やめてほしいよね。スマートフォンの画面で見てほしい。スマホの画面で 240p か360くらいで見ててほしい。靴の良さもあんま分かんないけどね。見分けの良さも全然伝わらないみたいな。でもさ、私最初 YouTube 見始めた頃、全然その画像とかに興味がなくて、360で十分じゃないと思った頃があったんだよね。なんか、寂しいやつだなって思うとともに、めでたいやつだなと。360ですごい満足してた頃があったからさ。まあ今、360だとやっぱ荒く感じるよね。なんであの時平気だったんだろう、逆に。なんか、240はダメだったの、もう完全に。144はもうダメよ。見えないし、そもそも。なんか、ラジオ聞く程度の、そういうやつだったら、逆に144の方が、まあ、その、Wi-Fi であろうと、4G とか、そういうのであろうと、通信速度が速くなって、まあ、そのスマホ以外のデータもね、データっていうか、なんか通信も速くなるから、例えばゲームやってる時とかね、Wi-Fi でオンラインとかやる場合、そういうの使われてるとめちゃくちゃ遅くなっちゃって嫌になっちゃうからさ。マスクしてて暑いな。結構暑くなってきたぞ。汗かいてきたもん。やばい、これ辛くなってきて。いや、ゲーム実況の人とかさ、ずっとマスクしてやってみたら大変だろうね。だってこれで声を張って喋んなきゃいけないんだからさ、結構辛いところあると思うんだよね。ずっと、しかも、ああ違うよ、撮ってる時はさすがにしてないと思うよ、普通にね。だけど実写版とかだとそうしなきゃいけないからさ、それ考えると辛そうだよね、あの時。まあ、相当今光っております。うまく答えてくれてるね、これ。なんかこうやって答えてくれる靴ってね、磨いてて楽しいんですよね。いや、よかった、いい仕上げになりそうだ、これは。いや、本当によかったな。まだ終わってないんだけど、もう終わったつもりでいるわ。いや、ここでね、あれだよ、油断してると失敗する可能性もあるから、油断は禁物です。特にこう削る作業だからね。乗っける作業だったら別にそんなに、もうただ繰り返せばいいみたいな、そういう世界だからさ、そんな関係ないんだけど、削る作業だと繰り返してるうちになくなっていっちゃうから、どんどん。でダメだからね。だ、チャンスに限りがある、あれと違って、乗っける作業と違って。まあでもこれワックス硬いからね、そんなに難しくないと思うんだよね。むしろコンパウンドに合ったワックスとして作っているところがあるので、まあ平気でしょう。おお、ちょっと久々の磨きじゃない、これは。まあオーデンもね、相当光ったけど、そのくらい光ってる、これ。結構光ったよ。ほら、メダリオンのね、ところの歪みはしょうがないとしても、全体的には相当光ってます。全体的っていうか、つま先の全体。かかともね、光ってるし。いやー、なんかやりがいがあったな。これ、あ、これダスコのシューツリーなんだ。初めて知った今。最初から抜いちゃったからね。やっぱり表面磨きする
前まではいろいろライニングの磨きとかそういう工程もあったんで、シューツに入れちゃうとさ、まあ、カビることはねないと思うんで、まあ、時期的に危ないかな、まあ、ないとしてもシューツリーにライニングクリームがついちゃうと、まあ厄介ではないけど、でも意味がないっていうか、染み込ませてんのに皮にシューツリーに染み込まれちゃったらってなっちゃうってなっちゃう。いやーマスクつらいな。で息子マスクってなんだろうね本当に。いやこれさ結構これしてるとね言われるんだよ、あそのマスク何それみたいな感じで、であこれね息子マスクって言うんだよって普通に言うとさ、え何それみたいないや私も最初は思ったんだけど、その息子っていうキャラクターを見てね、ただ、まあ、そのキャラクター自体可愛いし、でも実際にいるこの話なんだけど、まあそのキャラクター自体も可愛いし、もう息子イコールそのキャラクターで自分の中では通っちゃってるから、何の疑問にも生じなかった。このマスク、息子マスクというものに、ただ普通に考えたらそうだよね変な名前だな。そう考えるそれはそれでいいのかもしれない、変な名前だけどいい。ただ3000円するからちょっと高いよ、マスク1枚3000円ってね、えってなる。まあ変な、よくわかんない靴下が2万円とかする時代ですから、マスク1枚3000円もそんなに不思議じゃないのかもしれないですけどね。なんかねシルクが使われてたりする、よく PR じゃない。いやー光る、本当に光った。これ脱脂麺やる必要あんのかな、なんか逆に脱脂麺やったらツヤ落ちそうな気もするんだけど、そういう時あんからさ、このねこの輝き的に脱脂麺っているかっていうちょっと疑問があるけど、まあ一応やります。じゃあその前に全体のブラッシング、いやこれほらちょっとねちょっと詐欺っぽいとこあるんだけど、この動画の最初のツヤと全然違うじゃないですかあれもうだから光る前提でね上から塗ってで今光らせてんだから、いやそれ違うだろって言われたら違いますってなっちゃうんだけど、まあでもほとんど前回と変わらない状態じゃないですか、あの曇った感じは。だからねもううまくいったかなと。あでもこれ雑誌にいけそうだな、なんかいけそうな感じ。あ多分いけるわこれ。あ来ましたね、あー来てるわ。あ俺マリック以上に来てるわ。うわーこれは息子マスク必須だな、必須アイテムだわ、マストアイテムだこれ。うわすげえ、えチャーチってこんな光ったっけ。なんか自分の輝きに感動してんだよ、なんか自画自賛やろうじゃねえかみたいな、ちょっと恥ずかしいくらい感動してんだけど。ええー、いやもうなんかさ最近全然靴磨きをしてないからさ、衰えてんじゃないかなって。衰えてる、うん、まあ何も衰退してる気がして、その靴磨きの腕が鈍ってんじゃないかなと思ったんだけど、まだまだ現役ですねまだまだ現役だよね。お前2週間くらい磨いてなかっただけで何言ってんだって感じなんだけど、まあでもよくね野球の選手はなんだっけ、だから言うね、1日休んだら3日分のトレーニングが必要になるみたいな、そんなこと言わないっけ、よくわかんないけど野球何にもわかんない。なんかもう何人でやるかすらちょっとよくわかんない、9人、9人1チームってこと、なんかよくわかんないんだよね、もうもはや。もう野球に関して、あとサッカーも全然わかんないから、もう、ね、スポーツはダメ
私にスポーツの話題振ったらダメ何にもわからない。やってこなかったからね、一切興味がなかった。ただ歩くことは好き、あと意外と走ることも好きだけど、速いとかそういうわけではない。ただ走るのが好き。だから靴磨き好きだけど、すぐ興味磨きができるってわけじゃないけないよみたいな、そういう感じですよ。いやー、これで完成です。なんか本当に早く終わったな今回。いや終わっちゃったよ。なんかもっと手こずるかなって、いつもね鏡面磨きの時とかね、なんだかんだ 3,40 分くらいやっちゃってるんだよね、この仕上げだとしても。20分で終わってるよ。いやーうまくいったわ、すごいうまくいった。いやこれでおしまいです。さあご覧ください、この輝きを。今ね昼間なんで、あんま天気良くないんだけど、昼間なんでちょっと明かりはあるんですけど、こんな感じですね。このようになっております。ソールも、ソールは別に磨いてないんで、ただケアしただけですけど、このようなツヤ。なんかさ、このシャツさ、これね出ちゃってんの、ビロンビロンしてんのが、このジャケットが短いだけなんだけど、適当に中古で買ったやつだからさ、シャツがなんかカフスボタンとかがないあたりさ、カフスボタンっていうか普通のなんていうんだっけ、カフスのボタン普通あんじゃん、普通のボタンね、あれがないからさ、パジャマみたいに見えんだよね。こっから見るとめちゃくちゃかっこいいじゃんこれ。これなんだ、なんだろう、なんかある、なんだろう、気になる、ね、でも消えない、なんだろう、ちょっと後で見とこう。さあということで、こんな感じで仕上げます。ほんと JMS と310みたいなんだけど、もう並べられたら分かってるんだけどまあ、今回でこのチャーチディプロマットのプレメンテ的フルメンテナンスは以上となります。それでは